武器のロックを解除します。サム、道中でメモリーチップを見つけたら配送端末を使って渡してほしい。メモリーチップにはレアなデータが入っている。きっと誰かが欲しがっているはずだ。されたな。その場所に留まっていては危ない。逃げるんだ。連中に追いつかれるな。早く目的地へ向かうんだ。サム、ミュールの遭遇したようだな。トキ部のせいで逃げていった。ミュールも BTA の恐怖には勝てない。
わからない。 BB が動かないんだ。大丈夫、一時的に機能は停止するが修復は可能だ。配送センターの設備でメンテができる。この先の配送センターへ急いでくれ。見させてもらうよ。よく運んでくれたな。ありがとう。あんたは BT の座礁地帯をくぐり抜けてきたんだろう。伝説の配達人って噂は本当だ。さあいよいよだ。キュービンと接続してくれ。生成できる。つまり配達人の苦労も減るわけだ。頑張って西までつないでくれ。よし、カイラル通信がつながった。サム、地下にあるプライベートルームに行ってくれ。 BB をインキュベーターにつなごう。お疲れ様でした。デッドマン、聞いてるか？どうしたらいい？いいか、サム。ポットを取り外してインキュベーターにつなぐんだ。つないだ。よし。一時的なストレス状態だ。母親の子宮に戻してやればもう大丈夫。母親？母親はキャピタルノットの集中治療室にいる。脳死状態でな。スティルマザー？そうだ。ビビーはスティルマザーの子宮の中で死の世界とつながっている。そして君もビビーを介してその母親とつながっているからこそ BT を感じ取れるんだ。このポッド内の環境はスティルマザーの子宮の疑似状態に設定されている。ビビーには常にスティルマザーの子宮内にいると思わせる必要があるんだよ。と
といっても長い時間騙し続けることはできない。だからカイラル通信を使って最新のスティルマザーの環境データと定期的に同期する必要があるんだ。見ろ、キャピタルノットシティで眠っているスティルマザーの子宮内環境データと BB がリンクしてポッド内環境を最新状態に更新している。こうやってスティルマザーの子宮に戻してやればこいつのストレスは一時的に収まる。本当なら母親のお腹にいるべきだからな。元気になった。オキシトシンの分泌量も再調整しよう。今後はこんなに早く自家中毒は起こさないだろう。だが BB はあくまでも装備品でしかない。あまり入れ込むんじゃないぞ。物理的にスティルマザーの子宮から離されている。そのせいで BB という装備はとても不安定で非常に危険なんだ。対応期間も1年以上持った実例はない。だからこの遠征が終わるまで持ってくれるかどうか。どうなる？ BB を助ける方法はないのか？今のところ BB についてはほとんど解明されていないのが現状だ。カイラル通信がつながって過去の資料が復元されれば何か分かるようになるかもな。ああそうだ、あんたの血液に BT が反応を示した件についてだが、ハートマンにも相談した。もうじき検証結果が出るだろう。とにかくあんたも休め。あんたも BB も疲労が溜まってる。おやすみサム。私が見える？そっちはどうなんだ？出ることはできないけど、見張りもいないし縛られてもいない。カイラル通信がここまでつながってくれたら東に戻れるわ。あなたさえ来てくれたら戻れるの。ありがとう、嬉しかった。もう猶予がないの。都市では少しずつ人の数が減ってきている。子供も生まれなくなってきている。人は孤立する生き物じゃない。寄り添ってお互いを補う生き物だから。この国を生き返らせてみんながもう一度つながらないと。そうね、ブリジットは言っていた、絶滅だって。だがアメリカを再建しても奴らはいなくならない。絶滅は避けられない、奴らがいる限り。いいえ、まだ希望はある。サム、待ってるわ。あなただけを、私を助けて。
サム、私だ、ハートマンだ。起きたばかりだから君もさっぱりしたいだろ。どうだ、シャワーを浴びておかないか。君にとってもいいことがあるし、実は私も見たいものがあるんだ。他のドゥームスは調べたのか。ブリッジーズはみんな調べたよ。私やママも今のところ顕著な結果は出ていない。だが君はドゥームスで機関車という稀に見る資質の持ち主だからね。私にとっても希望なんだ。分泌物、老廃物、回覧濃度チェック、ストックします。抽出したサンプルは君の装備にも入れておく。機会があったら BT に対して使ってみてくれないか。奴らの反応が知りたいんだ。うまくいけば君の役にも立つはずだ。 BT がドゥームスの体液に対して何らかの反応を示したという古いレポートもあるらしい。それらの記録が一つになれば多くの謎が解明されるだろう。デス・ストランディングのことはもちろん、君のその特殊な体質や我々ドゥームスのことも。人類を救うことだってできるかもしれない。サム、私はアメリカの再建など興味はない。失われた過去を復元したいんだ。うん、もうすぐ時間だ。繋いでも何もなかったらどうする。どうするんだ。サム、休憩中にすまないが、君に伝えておきたいことがある。きっと疲れを癒してくれるはずだ。君が配送をした相手から君宛にメールが届いているんだ。メールは依頼人や受取人と君を結ぶ貴重な情報が得られることもあるだろう。届いたメールは手錠端末かプライベートルームの端末で確認してくれ。おっと、それからもう一つ、カイラル通信は我々を過去の記録ともつなげてくれる。この大陸の各地で失われ断片化したデータが統合されて再び意味をなすようになる。本部ではアーカイブの再構築が始まっている。カイラル通信接続エリアの拡大に伴って過去の記録やデータも順次復旧していくはずだ。第一次遠征隊が本部に送っていた記録はセントラルノットシティの消滅とともに失われてしまった。その当時の記録や証言も復活し始めている。こちらもプライベートルームの端末あるいは手錠端末でアーカイブを開いて確認してくれ。復旧した記録が読めるはずだ。
束と違う。あなたは BB だけなら助けられるかもしれないと言った。まだ返せない。もう少し時間が必要なの。私を信じて、最善は尽くしている。嘘だ。仮面をかぶったあなたをこれ以上信じられない。サム、今のところ BB の調子はどうだ？ああ、一つ聞いていいか？どうした？ BB をつなぐとき何かが見えるんだ。見える？どんなものが？誰かがこっちを見て呼んでいる。知らない顔だ。それにどこかの部屋、誰かが会話をしているようだが脈絡がない。だから言っただろう。やはり BB の記憶があんたに向かって逆流しているんだ。それがあんたに幻覚を見せている。いいか、 BB は28週間前後でステリマザーから摘出され、そのまま BB ポッド内に移される。生命として誕生する前にな。その段階で成長が止まる。だがこの時点で視覚や聴覚などの五感はほぼ形成されているんだ。 BB が受容していた刺激や情報が体感した記憶となってあんたの神経系に逆流したと考えられる。じゃあ、あの男は誰なんだ？さあな、医療スタッフか製造時の関係者かもしれん。それは装備として何度も使われている。多くの人間に接触しているから特定は難しいだろう。何もわからないのか？ BB は以前研究されていたらしい。だが長い間封印されていた。 BB の中身はブラックボックスだ。原理もわからず使っているというわけなんだ。俺なりに研究をしているんだが、何せ過去の記録もほとんどない。今後も BB のことは調べる。何か分かったら知らせるよ。サム、配送端末にアクセスして配送依頼を確認してくれ。カイラル通信の動作テストをしてみたんだ。カイラルノードの観測やホログラムは異常なし。だがカイラルプリンターが稼働しない。そうだ、せっかくあんたが素材を運んできてくれたのに。すまない、こちらのミスでプリンターのユニットが納品されてなかった。プリンターをカイラル通信に接続する装置だ。どうも納品の途中でミュールに持ち去られたようだ。範囲を絞ることはできたが、ミュールのテリトリーだから近づくことができない。あんたの腕を見込んでお願いだ。ミュールの収穫地からユニットを回収してくれないか。スキャンを開始します。いってらっしゃい。たちの縄張りに持ち帰る習性がある。彼らのポストを探し出し荷物を取り返せ。単純なことだ。だが気をつけろ、彼らは武器を持っている。戦闘が避けられない場合は警戒しておけ。サム、ミュールの収穫地に近づいたら
簡易観測灯を使って連中のポストの位置を確認するのが有効だ。ミュールの基地に近づいたら連中に見つからないように行動するんだ。目立たないように姿勢を低くゆっくりと移動しろ。ID を確認します。 ID 認証クリア。施設内では武器を強制的にロックします。依頼された荷物を確認。お疲れ様です。スーツに付着したカイラル物質の洗浄異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。やっとカイラルプリンターが稼働する。
苦労をかけたが、この装置はあんたの役にも立つはずだ。助かった。目立った傷もない。これからは気をつけるよ。素晴らしいよサム、カイラルプリンターを扱えるようになったな。念のために説明しておくが、カイラル通信はビーチを通信経路として利用するシステムだ。無時間による大容量通信が可能なのはビーチを使うからだ。知っての通り、大容量データを送るには処理時間膨大にかかる。カイラル通信というものはある種のタイムマシンではないかと考えられている。つまりカイラル通信はデータを過去に送っているのだ。だが今のところその原理の全てが解明されているわけではない。ビーチのこともカイラル通信も。その意味では私たちは火を手にした原人と同じだ。役に立つが同時に危険も伴う。そうは思わないか。十分に理解しないままそんな道具を使っているんだからな。 BT はビーチがなければ来なかったはずだ。だからビーチの研究は私に、私たちに成果をもたらしてくれるはずだ。そして君ももちろん貴重な研究の対象だ。君にも研究の結果は伝えていくつもりだ。これからもね。それがカイラル結晶の回収装置だ。採取した結晶はその装置の中に格納することができる。カイラル結晶について分かっていることを伝える。カイラル結晶は金色をしている。それからまるで人間の手のひらのような形をしている。この結晶の影響のせいでその周囲の小石が浮いているはずだ。それからもう一つ、時雨が降る場所に出現しやすいんだ。いいか、時雨が降る場所、周囲の小石が浮いている金色の手形、これを手がかりにカイラル結晶は探せるはずだ。優れた観察力があればどこかで見かけた経験があるだろう。依頼が受注されました。スキャンを開始します。行ってらっしゃい。武器のロックを解除します。サム、カイラル結晶は小さくて目視では発見が難しい。だがオドラデクのセンサーを使えば探すことができるぞ。もし遠くのカイラル結晶を探したいなら簡易観測塔のセンサーを使えばいい。通常の荷物とは受付が違う。リサイクルを選択するんだ。カイラル結晶を納品するには配送端末からリサイクルしてくれ。
カイラル結晶はカイラル濃度が高いところで多く出現するようだ。カイラル通信の稼働の影響もあるかもしれない。だが周辺地域のカイラル濃度は想定値の範囲内だから問題ない。今後も見つけたら採取するといい。君にも有用なはずだ。今後君がカイラル結晶を見つけたらリサイクルすることができる。その他の素材や不要品も各配送端末で受け付ける。どれも貴重な資源だ。再利用に回したり、あるいはさらなる機材開発に生かしていくこともできるだろう。